他のサブクエ。アケサースタジアム。ん？あとなんや？シェラック・ヴィンセント、カラオケ・スナック・歌姫、テレホンカード、あーテレホンカードね、さあ次の大満足させますね。サブクエは何やろな。ほら、てめえ目障りなんだよ。ダッシュ、金ばらまき、無限ダッシュ、 OK。 せえ黙れ。ちょっとそこな、ごめんなさい、おいごめんなさいって言ったやろ俺、謝ってるやんけ。あいた、俺がこんなに謝ってんのに。許せやけど謝ってんねやったら、許さんぞ。謝っても許さん。俺が謝ったのに許さんかったから許さん。なんやこれ、使い方わからん。こうするやつ。怖かった。ヴィンセント。ヴィンセントがまだ制覇してなかったとか。歌姫、ヴィンセント、シェラック。ポケサーは難しそうやな。まあ行ってみよう。ウレピー。あ？おいそこのお前。おお、なんやこれ。何が起こってんのや。ポケサー界のナンバー3。うわ、全然可愛くない。
わ、セナっていう名前や。生まれながらにして音速を約束されたもの。なんて体痛くなってんだよ君ら。おい、おけさんに何本気になってんだよ。サトル君、うん、はいはい、ああ、セナちゃん、うん、やるか。ミカちゃんがそう言うなら、うん、やりましょう。ハイグレードコース、ジャンプセクションが多いからコースアウトに注意。そう、距離も長めか。目がやられる。ジャンプが多いね。バンパーあった方がいいかな。ジャンプがあるから跳ねにくいやつで固めればええんかっていうと、全然そんなことないもんな。バッテリーはタフネスの方がいいやろな。テンションなし。とりあえずコストに収めて一回やってみたいな。バンパーなしにしてみるか。タイヤの性能だけで跳ねにくくして、コースアウト、コースアウトの危険はあるか。ちょっとコースをもう一回見たい。S 字、急な S 字があるな。山があって、あの S 字のとこだけ怖いな。で、山、あ、やっぱあの山も怖いな。ストレートパーツにするか。ポケサーはちょっと長くなりますよ。バランスの取れたパーツでいくか。1オーバー。一応これで1回やってみようかな。結局ギミックに対応したしようとしすぎたら結局スピードがなくなるから、まず一回やってみたほうが。
ドラマチックなレースをいつも見せてくれる僕のお気に入りのコースだ。今日はどんな奇跡が起こるのか。このコースの主役はなんといっても急カーブだ。気を抜くと一発でコースアウトするぞ。頼んだぜ。コースアウトか。俺のドラゴン。お兄さんの影響でポケットサーキットを始めたらお兄さんを超えてしまったセナちゃん、どんな戦いを見せてくれるのか。相手のパーツを見とこう。サスペンションついてる。対するはセナちゃんだ。バンパーもついてんな。みんな位置につけ。レディアリーゴー。おおおお、向こうの最高速がすごい早い。何が起こるかわからないのがポケサーだ。まあとりあえず見てみよう。早送りはさっき救われるなよ。こうか。このまま勝てるかな。綺麗な着地がポイントだぞ。そうそう、今日助かった。まだ分からん。向こうが後半バテるタイプかもしれんからな。おお、絶対無理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 や。こんなはずでは。転倒してしまい、ここでリタイア。頑張って。バンパーはやっぱ必要っぽいな。くそ。よし。やっぱあそこの跳ねるとこが大変そうやな。ってことはバンパーはあった方がいいってことか。サスペンション、うん、相手ほんまにコスト30に抑えてんのかな。バンパーとサスペンション、コストめっちゃかかってるぞ。どうする？まあバンパーとサスペンションをつけたからタイヤはもう跳ねにくいとか言ってるやつじゃなくて、最高速を伸ばしつつ、でもコストは下げていかなあかんから、グリップ下がるのもでも怖いよな。サスペンションとバンパーにコスト割いた分、他は全体的に下げるしかないよな。これいらんか。サイドステイをなくす。マシンが傾かなければいい。スピード33って遅いよな。加速がなくても最高速があった方がいいかな。でも最高速が上がりすぎるとまたコーナーで、コーナーでえらいことになりそう。加速がちょっと下がって最高速が上がるやつがいいねんよな。伊達モーター、うーん、これつけたらーコースアウトしそうやな。その代わりじゃあフィンをコーナーでの減速が大きいっていうやつにするか。これでどうや。うん、どうせあのコーナー過ぎた後ループでしょ。でジャンプ台やから、うん、あそこで減速するのはもう仕方ないとして、
マチックなレースをいつも見せてくれる。そうじゃない、あの S 字の前の部分でどんだけ最高速上げて距離を稼げるか。中心にそびえ立つ巨大なループ、パワーとスピードで突破しよう。頼んだぜ俺のドラゴン。よしどうや。お兄さんの影響でポケットサーキットを始めたら、お兄さんを超えてしまったセナちゃん、どんな戦いを見せてくれるのか。注目のカズマくんは青レーンだ。対するはセナちゃんだ。みんな位置につけ。ハイヤー以外はあんまり差がないように見える。速度はあるよ。勢いよく飛び出した。イダテンモーターやからな。よし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 、ジャンプ台の後のバランスもいい。ただスピードが出すぎるのが怖い。ああちょっと、いや無理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 。くっそ、こんなはずでは。なんだゴールじゃないと。くっそ、逆走でまさかのリトルだ。勝者はセナさんだ。くっそ、なんということだ。あバウンドとか着地はスッといくけど、逆を向いてしまうっていうのはバランスの問題かな。バランスも81とか言ってるしな。タイヤ、タイヤ別にここまでよくせんでも大丈夫そうやな。スーパーローハイトタイヤ、最高速は下がって、で加速が上がればいいよな。でしかもバランスも良くなってグリップも上がってる。最高速7下がるのがどんなもんかやな。芝生とか関係ないんやけどな、数値的にはこれスパイクタイヤがいいように見えるけど、これかな。これで行ってみよう。ドラマチックなレースをいつも見せてくれる僕のお気に入りのコースだ。中心にそびえ立つ巨大な。頼んだぜ。お兄さんの影響。注目のカズマくんは青レーンだ。対するはセナちゃんだ。それではレースを開始するぜ。レディアリー。ゴー。相手より早ければええんやからな。よし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 。なかなかやわ。いやでもうんうん、あこれはいい勝負になりそう。あのジャンプでちょっと差をつけられるな。ただ俺は一応ブーストっていうのがあるから。いやちょっと耐えろ。よし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 、よしよし大丈夫。ここでループゾーンだ。カズマ君のマシン豪快な。ゲージゲージ、あの体勢立て直すゲージはだんだん回復するから。レースも後半戦に突入。おし、いけるいけるいける。足元を救われるなよ。まだまだだよ。よし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 、もう一回あるかもしれない。大丈夫大丈夫。おし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 、いけるいけるいけるぞ、いけるいける。足元を救われるなよ。いや安心するな安心するな安心するな。よーしオッケー。でもゲージがもうない。いや速度上がりすぎるな、やばい。もう次バランス崩したら俺耐えられへん。よーしよ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 し、おらー俺の勝ちだ。二度と俺に逆らわないよ小娘。白熱した名バトルだったが、その戦いをものにしたのはカズマくんだ。おめでとう。ふん、俺の勝ちだ。うん、悔しいの。
俺はもうあのマシントラブルとか認めへんから、もう二度とやらへんから、俺の勝ち。ああ、よし。でも早かったで。うん。なんかすごい恥ずかしくなってきた。私が負けた大人は春美ちゃんに続いてカズマくんが二人目です。結局大人なんか、アテンシってバーにいる。お、なんや。サニーイエロー。なに？色くれた。色を人にあげるって何？バンダイキブラウンくれ、バンダイキブラウン。スーン。トゥーン。何言ってるかわからない人はボブの絵画教室見てください。アテンシ行こう。ねえキリュウさん、天使、アテンシ。あったあった。ハルミくん。ハルミちゃん。お？あなたがカズマくん。え？向こうから声をかけられるとは。女の子にはちゃんをつけるのがポケサーの掟。セナちゃんがそのまま大人になったみたいな顔してる。割といいスーツスタイルって、そのボタンをこうあの多めに開けてるのがいいですね。アルミちゃんいいですね。おけさ博士ですものね。自分の話してんのにですものねってどういうこと？何この人。大木戸みたいなこと。大学で統計学の助教授をやってる。ああ、なんか龍が如く5のタクシーのレースでそういうこと言うてくる敵おった気する。
何？やろうや。こっちが勝ったらアモーレな。データが全てじゃねえってことを証明してやるぜ。かかかかかかっこいい。おけさは金が全てや。いや、ママは黙っといて。よし、シェラック。まだ飲んでない酒があった気がする。いらっしゃいませ。よし、じゃあこれをありがとう。うん、持ってけ、持ってけ。やっぱもう最速を目指してるから、道を走っていくときももう分かります？さっきから俺が何やってるか。こうスリップストリームに入ってるから。同じ方向に歩いてるやつの後ろに つけることによって空気抵抗を減らして、でその空気の流れ的に追い風になるようになってるからね。でギリギリで抜く、こういうことよ。ポケサーも同じ、ポケサーにも同じことが言えます。ポケサーはレーンが分かれてるからスリップストリームとかないけど、レーンとかそういうことじゃないってことを俺が証明してやる。よし、ポソ35、ループチェンジダイナミックカーブ、芝生もあるな。ドンパチにしよう。サニーイエロー。おー、もう光そのものになろう。よし、高速、まさに光の速さで駆け抜ける。今のコースは、まあ、ジャンプはそんななかったよな。芝生があった。
ね。マステーはいるかな。なんかすごい傾く斜めのカーブがあったからな。バッテリーもタフですか。ギア、坂道がいっぱいあるから、パワーは欲しいとこなんやけどな。でも結局パワーばっかり言ってスピードが遅かったら意味がないから、逆にウルトラダッシュギアとかをつけて、イナテンモーターをつけて、まあバランスの取れたやつ、サスペンションは必要ないか。あれコストが余るな。カーブが多いから最高速じゃなくて加速力の方が大事かもな。ハイトルクモーター買い、ただ最高速が一気に落ちる。じゃあそれを極み新速ギア、これによって加速力とスピードを両立させる。無理やり、コストが余ってるからさらにいいタイヤにして、ピンもえー少しいいやつ、とりあえずバランスの取れたやつ、よしこれでいこう。あーでも結構直線も長いな。まあ行ってみよう。ドラマチックなレースをいつも見せてくれる僕のお気に入りのコースだ。お前のお気に入りのコース何個あんねん。今日はどんな奇跡が起こるのか。すごいコースやな。でも中心にそびえ立つ巨大なループ、パワーとスピードで突破しよう。頼んだぜ、俺のドンパチ。かっこええや。巷ではポケサー博士と呼ばれているハルミちゃん、その知識の壁をカズマくんは超えられるのか。サスペンションついてる向こう。注目のカズマくんは青レーンだ。対するはハルミちゃんだ。芝生ってそんな長くないな。それではレースを開始するぜ。あでもやっぱ芝生、勢いよく飛び出した。あーやっぱ芝生のところはめっちゃ速い。嵐の前の静けさなのか。ポケサーならどうや。まだわからんぞ。そろそろ本気を出す。おーちょっと見えへんとこで、見えへんとこでバランス崩すのやめて。あぶね。ブーストが1回使えるからまだわからん。嵐の前の静けさなのか。まだ終わらない。先週に踊り出たのは片手のマシン。まあ、ループがある週で差がつくな。みんなのカスタマイズが光っている。まだよ。カズマ君のマシン。よしよしよし、勝ってる。オッケーオッケーオッケー、いいぞ。現在首位。この順位を、あの芝生のとこであいつは減速してるからな。後半戦に突入。いいのよ。さあどうや後半戦。お、いけるいける。いい調子だ。ブーストを残したまま。あれハルミちゃん、ハルミちゃん、このまま勝つ。え、僕が、え、僕が負ける確率何パーセントって言ってましたっけ。99.89% とか。あれハルミちゃん、
速いな。フルスロットルで駆け抜けろ。追いつけとか言ってる。え、はるみちゃん、はるみちゃんの方が俺の後ろ走ってるってこと？え、はるみちゃん、俺の勝ち。おめでとう。助教授やめたら。白熱した名バトルだったが、その戦いをものにしたのはカズマくんだ。おめでとう。じゃあアモーレしよっか、はるみちゃん。ふん、俺の。よっしゃ。計算違いでしたね。酒も入ってないしな、お前はな。全然このレースに打ち込む気持ちが違ったんよ。あと黄色く塗ってないし、マシン。アホやわ、黄色が一番早いのに。くどいてるやん。よし。じゃあ行こうか。ちょろいな。唯一じゃないでしょ、あなた。今僕に負けたでしょ、和義くん。じゃあお願いします。でてて、何くれんの、何これ、何これ。お、マシンか。ヘビーサスペンション、確かについてたな、お前のマシン。はいはい、もらいます。かわいいな、はるみちゃん。ミレーの288倍かわいい。うわ、怖っ、怖っ、はるみちゃん怖っ。はるみちゃんとのアモーレはまた今度にしよう。っていうか考え直した方がいいかもしれない。ポケサーやってたらモテるんやな。ポケさー、ええな。やってんな。あ、椅子と机使えよ。いや、お？あ！ん？普通にどこにでもおる顔のやつ。そんな仲良しごっこでポケサーやってっから、いつまでたっても弱いままなんだよ。わあ、おい、おるおる、こういうやつ。両肩抜いたろか。和義くん、
オールバックでもないし、サングラスもかけてない。早めに潰しておこうと思って来たんだよ。うん、俺も有名になったもんやな。お前が最強か。よしやろう。ああ、 OK。 チャンピオンコース、スピードと加速力が求められる高速サーキット。急カーブいっぱいあるな。直線は長いけど、え、あれどうなってる？上がって降りてループして、で、あー、またぐるぐる回りながら上がっていくんか。うわー、なるほど。よし、クールストライカーでいこう。カスタマイズ、かっこいい。どんだけかっこいい。どうなってんの。前は黄色にしよう。うん、勝利のカラーやこれが。あれ、合計コスト何倍やったっけ。40。よし、じゃあ伊達モーターと、極みパワーギア、ヘビーサスペンションは必要ないよな。跳ねるコースじゃない。最高速が大事やけど、カーブも急やし、最高速が大事だと思うな。グリップ、グリップはでも別の、バランスの取れたピン、バッテリーはタフネス。あー、え、ちょっと待って、何周？12周か。これはタフネス使うのしゃあないな。で、ステイがいるな。これをいいやつ使うか。サスペンション、バンパーはいらんと思うんだよな。コストがめっちゃ余る。
どうしよう。あれどうしよう。どうしよう。ホストが。あと4。ああ一応あの山が一個ポンとあるから、サスペンションつけるか。重くなるんよな、重くなるっていうのがなかなか。良くないと思うな。加速上がるな。いや、スピード、最高速ちょっと遅いな、これ。極み新速ギアに行くか。で、加速が、加速がちょっと上がる、最高速ちょっと上がる、下がるけど、加速も一応位置上がってグリップが良くなる。ジャンプあるコースってわけじゃないな。悩む。こっちにするか。ステイを4にして、いらんと思うけどな、いらんと思うけど、サスペンションつけてみるか。いらんと思うけど、加速がちょっと弱いかな。まあこれで一回行ってみるか。よし、ドラマチックなレースをいつも見せてくれる僕のお気に入りのコースだ。加速はイマイチやけど、直線が長いから最高速でどれだけいけるか。中心にそびえ立つ巨大なループ、パワーとスピードで突破しよう。でその最高速が速い状態でジャンプ台があるから、そこで飛びすぎないかどうかが心配。快進撃を見せるカズマ君とのレースは伝説になりそうだ。注目のカズマ君は青レーンだ。対するは和義くんだ。悪役って感じのカラーリングやな。レディーゴースタート。少し出遅れたか。やっぱ加速が遅いな。まだ終わらない。ただブーストが2回あるから、あとここの最高速。うわあ、赤赤おお、戻った。おっと、何や、失速している。ここで止まってしまうのか。一回ブースト使うか。でも飛びすぎるよな、ここで。ほら、あかん。こんなはずでは。最高速もうちょっと落として、加速を上げた方が良さそうだな。よし。たくまくんは
たくまくんはええやつやな。そうそう、今日はちょっと立ち寄っただけやからな。そう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 、オッケーオッケー、よし。ふう、加速やな。あのジャンプ台やばいな。バウンドを防いでも仕方ないね、サスペンションで。そもそも飛んだらあかんわ。だからサスペンションではなくてバンパーやな。あんまりそうピョンとするな、ピョンとすなと。26は下がりすぎやと思うねんな。パワーが弱いっていうのも良くないな。うわー、そんうーん、26。あー、どうしよう。でもカーブはそんなに問題なかったよな。どっちかな。これじゃ最高速度が足りひんと思うねんな。加速をめっちゃ上げて、まあ、あと上りも多いからパワーギアをしてモーターを伊達モーターマークスで、なるべく最高速度が上がるタイヤにしてグリップとバランス、バランスちょっと下がっても大丈夫か。ステイはいいやつにして、コストが1余るけど仕方ないか。これでいってみよう。ドラマチックなレースをいつも見せてくれる僕のお気に入りのコースだ。今日はとコース頼んだぜ、俺のクールストライカー。数多くの大会で好成績を収めている和義くん、快進撃を見せる和真くんとのレースは伝説になりそうだ。注目の和真くんは青レーンだ。対するは和義くんだ。みんな一律け。さすがの家族、勢いよく飛び出した。最高速では負ける。何が起こるかわからないのがポケサーだ。あー、やっぱ直線が長いな。足元を救われるなよ。いけるぞ。でもこのレースは12周や。なかなかやるな。わからんぞ。嵐の前の静けさなのか。ほら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 、みんなのカスタマイズが光っている。全然捉えられる。何が起こるかわからないのがポケサーだ。カズマ君のマシン、豪快な走りで一回転だ。ブースト使いたいけど、どこで使ったらいいんや。どこで使ってもコースアウトしそうや。足元を救われるなよ。
けるぞ。いやーどうしよう。ああちょっと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 もうちょっとこれはブーストどっかで使うな。どうしよう。いやここで使うか。コースアウトだけやめて。あそこで使ったあかんな。なんやねん。なんで立てんなんねん。くそ。勝者は和義くんだ。おめでとう。くそ。スイって立てんなんのやめろよ。たくまくんフォローして。こんなエーステイつけてんのにグラーなってるやん。バランスかな。ピンか。でも減速してしまうとか言ってるパーツをつけたらもうダメやな。コーナーでも減速しにくいがコースアウトに注意が必要。逆にこれでいくか。でやっぱ最高速がちょっと心もとないな。バランスとグリップ上げて、あーどうしよう。最高速が下がったらまずいと思うな。でも軽くなる。結局自滅してるからレースの後半あいつが失速する恐れがあるよな。こっちは自滅さえせんかったらもしかしたら可能性あるかもしれへんのよね。あとはブーストの使いどころで、とりあえずこれでやってみるか。後半あいつがどうなるか。最高速ちょっと足りんとは思うけど一回これで様子見よう。ドラマ数多く注目のカズマくんは青レーンだ。対するはカズヨシくんだ。それではレースを開始するぜ。レディー、ゴー！勢いよく飛び出した。やっぱあいつの最高速がすごいな。みんなのカスタマイズが光っている。このまま行けば。嵐の前の静けさか。早い。ブーストやな。そろそろ復旧ですか。おけさなら下克上も大歓迎だぜ。ループする時がいいと思うねんな。嵐の前の静けさなのか。次かな。まだ終わらない。この周回で間があった。ここどや。うわ耐えろ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 。うわカズマくんが、あかブーストってブーストって何やして。カズマくんコース使ったら死ぬやん。勝者は、ちょっと待って。はいはい。もう一回よし。ブースト使ったらあかんな。ちょっと最高速足りんから負けると思うけど。ドラマコース。ブーストなし。青レーンだ。対するは和義くんだ。ちょっとええのにブーストなんか。キノコダッシュぐらいでええの。勢いよく飛び出した。
足元を救われるなよ。早いな。使える場所ないよな。今の使ったタイミング。ポケサーだ。まだ終わらねえ。完璧やったと思う。みんなのカスタマイズが光っている。そろそろ本気を出せ。嵐の前の静けさなのか。和義が終盤バテるかどうか。下克上も大歓迎だぜ。なぜ12周なんていう長い戦いになってんのかってことや。なかなかやるな。カズマ君のマシン豪快な走りで一回転だ。カスタマイズの成果を存分に発揮しよう。よし、大予想、早送り。いやー、でも差がでかくなってる。終わらない。でもここでやっと半分やからな。何が起こるかわからないのが冒険だな。後半戦に突入。どうや、差がこっから縮まるのかどうかやるんけど。足元を救われるなよ。あいつあんまり遅くなっていってる気がせえへん。やばい、周回遅れにされる。気が抜けないレースが続いている。こいつ遅くならへん。一周差つけられてる。足元を救われるなよ。マジか。何が起こるかわからないのがポケサーだ。強っ。いよいよファイナルラップだ。そろそろ分岐を出すか。ブーストどっかで使わなあかんか。というか勝者は和義くんだ。13秒差。やっぱ最高速度はいるな。なるほどなるほど。よし。最高速やな。スピード38の加速55じゃダメでしたと。両立ができん。コーナーでも減速しにくいっていうやつやったけど大丈夫やったもんな。いやむずいな。サスペンションは関係ないよな。ウルトラダッシュギア。加速37、スピード57。これで行ってみるか。ドラマチック。注目のカズマくんは青レーンだ。対するは和義くんだ。こいつサスペンションついてんねんな。レディー。サスペンションいるか。ゴー！スタート。勢いよく飛び出した。うんうん、最高速はこっち。うわ、ここで連打をしすぎないようにせながら。すごい挙動で連戦戻る。連打が早すぎたらゲージがなくなるから。一周目であれが起こったのきついな。みんなのカスタマイズが光っている。コースアウトしてしまうかどうかやな。それさえなければ。嵐の前の静けさなのか。よしよしよし、ゲージ回復してきた。いやいやいや、よし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 、気合や、気合気合。砂渡りやけど。一回転だ。強いぞ。他の追随を許さない。おし。このままではコースアウトした。バランスよくバランスよくバランスよく。おしおしおし。気合でコースに負
やばい。あと6周耐えられるか。ポケサーなら警告を。おっと体勢が崩れている。よし、おし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 、気合いや。ああ、よし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 。ああ、もうでもゲージがない。もうあかん、もう耐えられへん。ちょっと一旦落ち着け、一旦落ち着け、ゆっくりで。ああもうくそくそ。ちょっとあまりにもヤバい場面が多いな。勝者は和義くんだ。完璧に同じタイム出してる。バンパーじゃなくてサスペンションかな。やっぱでも、グリップっつうか、フィンを、じゃあバランスが取れたやつにしよう。これだけでもだいぶ違うと思う。あ、もしかしたらそれだけでもなんとかなったかもしれんな。まあ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 、試しに、じゃあこれで。ドラマチックこ、注目のカズマくんは青レーンだ。対するはカズヨシくんだ。それではレースを開始するぜ。レディーゴー。少し出遅れたか。めっちゃええ勝負になってる。でも最高速は俺の方がちょっと上か。いや、わからん。下克上も大歓迎だぜ。お、なかなかやるな。おお、足元を救われるなよ。下りで離される。でも上りで、上りは俺の方が早いんやな。これ。おっと、さあ、首位に躍り出たのはカズマくんのマシン。よし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 、いけそういけそう。早い。みんなのカスタマイズが光っている。オッケーオッケーオッケー。カズマくん、トップの倒れ際は良かった。めっちゃええ勝負。ゴール前でのブーストがあるから俺は一応。なかなかやるな。仕返しを図りたい。いい感じ。嵐の前の静けさなのか。もう一箇所どっかでブースト使いたいな。でも使える場所がない。でもほとんど差がないぞ。そろそろ本気を出すか。ついにカズマくんがトップ。よし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 。いやあ、間違えた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 、ボタン間違えた。もうちょっとごめんって。こんなはずでは。ごめんって。なんだもう。ごめんごめん、連打せなあかんとこでブーストのボタン押してもた。ちょっと、もう一回もう一回もう一回、今のなし、今のなし。空中でブーストかけたらそりゃ死ぬやろ。即死やわ。注目のカズマくんは青レーンだ。対するはカズヨシくんだ。びっくりした。みんな位置につけ。レディー、ゴー。早送りいきます。出遅れたか。そろそろ何が起こすかわからないのがポケサーだ。うん、このポケサーの恐ろしいところは、同じカスタマイズであったって。うわ、ちょうどオッケー。ギリギリのところで、これはブースト使え。取り返せ。そう、同じカスタマイズだからって。あかん。同じカスタマイズでもこういうことが起こんねんな。結局運っていう部分があるから。だから負けてる試合でも、もしかしたら勝てるカスタマイズやったっていう可能性があるんよな。それがややこしいとこ。ドラマチックな、このカスタマイズなら勝てます。青レーンだ。運もあればねっていう。カズヨシ君だ。それではレースを開始するぜ。レディーゴー。少し出遅れたか。
なるはずのあいつが光っている。何が起こるかわからないのがポケサーだ。会長、会長、足元を救われるなよ。危ない場面は減ったけど、やっぱコーナーで減速してるってことやろな。シーンを飛び出たのはカズマ君のマシン。このまま勝つぜ。確かにコーナーで減速してる感じはする。カズマ君、トップの座を明け渡してしまった。カスタマイズの成果を存分に発揮しよう。ブースト使っていい場面なんかほとんどないもんな。まだ終わらない。みんなのカスタマイズが光っている。半分芸術家ってことだ。何が起こるかわからないのがポケサーだ。レースの後半戦に突入。向こうもコースアウトしてくれたんです。よし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 、足元を救われるなよ。ここぞでループゾーンだ。おっとカズマ君、トップの座を明け渡してしまった。ループのとこでな、ループの存在がまた分からんようにしてるよな。おもろいなポケサー。あーブースト1回じゃ追いつけんかこれ。みんなのカスタマイズが光っている。いけるぞ。どうや、何が起こるかわからないのが、あ、そうかそうか、向こうがループか。いよいよファイナルラップだ。もらったな。でも俺がループなんやな。あー、もうダメボタン、いけ。どう、あー、くそ。オッケーオッケーオッケー、いけるいけるいける、くそ、いけるいける。ループ前にブースト使えばいける。このカスタマイズでいけると思う。よし。ドラマチックなレースをいつも見せてくれる僕、注目のカズマ君は青レーンだ。あと対するはカズヨシ君だ。それではレースを開始するぜ。安心だ、配信が途切れた。まあ時期に治るはず。うわぁ、やってしまった。一周転倒してしまい、ここでリタイア。おかしいやん、さっきあんだけええ勝負やったのにさ、一周目でこれ。結局運やねん。注目のカズマ君は青レーンだ。対するはカズヨシ君だ。それではレースを開始するぜ。レディーゴー。少し出遅れたか。早送りした時の方がトラブル起こりやすい。いけるぞ。足元を救われるなよ。まだ終わらない。おっと、ついにカズマ君がトップ。ここで1回目使うか。でここは耐える、連打で。あーやばい、赤もうちょっと足りんかな。結局ブースト使ったらああなる。え、まだか。いやでも運があれば勝てると思うねんけどな、この構成で。ああ、
コーコーナーでも減速しにくい、コーナーでも減速しにくい。一回これ試そう。ドラマチック、注目のカズマくんは青レーンだ。気合でなんとかするスタイル。みんな位置につけ。少し出遅れたか。うわーが多くなると思うけど。わからないのがポケサーだ。ただその分。いやもうもうどうやって立ち、どうやって持ち直してん、逆にそろそろ本気を。これ使うか。あ、やべ、ちょっと最後の週じゃないと分かんない。もうこんなはずでは。カズマ君コースアウト。どこや、最後の週以外で使えへんぞブースト。その縦になるやつやめて。注目のカズマくんは青レーンだ。対するはカズヨシくんだ。みんな位置につけ。こここれぐらいは、これぐらいは大丈夫、これぐらいだったら大丈夫。よしよしよし。おっとこのままではコースだ。あーあかん。なんということだ。こんなはずでは。なんとここでカズマくん、ちょっと俺わかったかもしれない。だからあ、でも一回これ試してみようかな。コーナーでの減速は大きい。ドラマチック。これ一周目でもさっさとブーストを使う。カズヨシ君だ。それではレースを開始するぜ。レディー。ゴー。スタート。少し出遅れたか。じゃあちょっともう。なんやねん。それはなんと嘘やん、嘘やん。それはカズヨシ、ちょっとサスペンションついてるし、サイドステイもポスト5のやつやぞ。何をすっ気軽に立てんなと思う。注目のカズマくんは青レーンだ。対するはカズヨシくんだ。それではレースを開始するぜ。レディーゴー。もう終わる。遅れたか。なんで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 、ここで使う、一周目で使う、でここはもうゲージを使って。あはー、無理か。あ、無理か。いや、ここでゲージを全部使ってでも持ちこたえたら、こんなはずでは。動けなくなってしまい、ここでなんとかなるんちゃうかなって思うねんけどな。なんかピンを変えただけやのにジャンプでトラブりすぎてない？なんで？やっぱサスペンションじゃなくてバンパーかな。注目のカズマくんは青レーンだ。対するはカズヨシくんだ。それではレースを開始するぜ。レディーゴー。勢いよく飛び出した。やばそう。ここで使う、ここで使う。あっと体勢が崩れている。大丈夫なのか。でここでこうなるのはもう分かってる、こうなるのは分かってるけど、ここでゲージを使いまくって。あー無理や、あー無理か。バン
カーとサスペンション両方つけるか。それとも普通にやってみるか、このまま。その開幕ブースト作戦じゃなくて。ループする週にだけ使うか。コース数多くの大会、注目のカズマくんは青レーンだ。対するはカズヨシくんだ。みんな位置につけ。そう、相手は両方ついてんのよ。勢いよく飛び出した。4周目やな。うわぁ、いやいやいや、こんなはずでは。ジャンプ台が運ゲーすぎる。でもちょうどええカスタマイズがないねんな。ここでバンパーもサスペンションも両方つけるってなったら、この加速と最高速がええ感じっていう組み合わせにする分のコストがなくなる。車体もめっちゃ重たくなるから。車体が重くなるから、あ、ピンを普通のもの、タイヤも、ちょっとしょぼくして、あ、さらにこの数字で見えてる部分だけじゃないっていうのかな。どうなるやろう。重くなった分、ドラマチックなレースコースに。注目のカズマくんは青レーンだ。対するはカズヨシくんだ。それではレースを開始するぜ。サイド、あ、サイドステイ、そうか。うわ、ほら、少し出遅れたか。うわ、もう、もうなんやねんこれ。なんということだ。そう、ジャンプで立てんなのなんや、バランスやんな。こんなはずでは。転倒してしまい、ここでリタイア。これでわかったね、立てんなるやつはサスペンションとかそういう問題じゃない。はあ、でもバランス99って言うてんねんけど、もうおかしくない。傾いた時に体勢立て直してくれるんでしょあなた。なんなん、跳ねにくいタイヤ。サスペンションをヘビーにする。でバランス取れ取れ、ヘビーサスペンション OK。 ドラマチック、注目のカズマくんは青レーンだ。対するはカズヨシくんだ。それではレースを開始するぜ。レディー、よし、加速あります。おお、全然飛ばへん。そもそも飛ばへんタイヤがやっぱ大事なんかな。もうなんやねん、こんなむちゃくちゃやん。
バンパーつけてる、サスペンションつけてる、バランス99、跳ねにくいタイヤで、これまあ明らかに相手より速かったから、スピードをもうちょっと抑えられたらええな。ただちょうどええやつがないねんな。下がりすぎるんよな。で極み新速ギアでスピードめっちゃ上げて、その分モーターの方で加速重視にする。あ、これいいかも。これ、あ、これでいいんちゃう？ドラマチックなレースをいつも見せこ。注目のカズマくんは青レーンだ。対するはカズヨシくんだ。カズヨシくんもごめんな、何回も。もう全然飛ばへん。あーでも速度がちょっと遅い。みんなのカスタマイズが光っている。なんだカズマくんのマシン注意感なく。っていうか最初がこんなレースやった気がする。何が起こるかわからないのがポケサーだ。この上でブーストをどこで使うかか。足元を救われるなよ。ついにカズマくんがトップ。4周目ここやな。もらポケサーなら下克上も大歓迎だぜ。はい、拾ってるで。あ、もっと早く使わなかったな。じゃないとここで。おお大丈夫や。いや、おー大丈夫や、大丈夫や、大丈夫や。これは通常走行では差をつけられるが、ブーストでなんとかする。うわ、でも早い。どうなるこれは。注意感なく。あーっと、ついにカズマくんがトップ。問題が起こらん分、逆にゲージが8周目。あーっと、カズマくんのマシン、あーっと、さあ、おっと、カズマくん、トップの座を明け渡してしまった。いやー、どうなる。早送りと。嵐の前の静けさなのか。1分53秒でいかなかん。そろそろ。おっと、ついにカズマくんがトップ。おお、そうなん、カズマくんトップ。いけ、決めろ。あ、そうか、ループがあるんや、ループがあるんや。だから、あ、ちょっと、飛び出るかと思った。おお、しゃあ、熱い走りをありがとう。そうか、最後の週ループがあるから、めっちゃめっちゃ来るんや相手が。よっしゃー。白熱した名バトルだったが、その戦いをものにしたのはカズマくんだ。おめでとう。気合いや、気合いやったんや。勝ちだ。疲れた。結局マシンのカスタマイズで何とかしようとしたのは間違いや、気合いやったんや。問題遅くても問題ない構成にして、あとは気合いやったんや。違法モーターじゃないよ。インチキはしてるよ。でも違法モーターとかじゃない、気合いや。ファイター嫌いやけど。ああ、
勝つためにはパーツやカスタマイズよりも大切なものがある。気合いじゃよ。うん。あとリトライの回数。あの。また遊んでくれるかな。さっきまでの和義くんだったら嫌だ。長靴な。うわー、ええな。ええな、このセリフ。うん、おう、なんやね、結局お前可愛いんかい。あの。おほほ。まだ終わりじゃない。ある相手に負けてからあんな風に。なんや、闇のポケサーファイターがおるんか。そうだな。いや、もう終わりやろ。ねえねえ、コスト40やで。勉強してよ。ああ、僕のお気に入りのコースだ。待ってるぜ。よし。